ジャパンナレッジの基本的な検索方法について説明します。ジャパンナレッジの最大の特徴は複数のコンテンツをまとめて検索できることです。まずはこの画面で検索窓に検索したいキーワードを入力します。検索ボタンをクリックします。するとキーワードに関連した検索結果が一覧表示されます。また左側の検索コンテンツには そのコンテンツで検索された件数が数字で表示されます。検索された内容を閲覧するには、閲覧したい検索結果をクリックします。検索された内容が表示されます。元の画面に戻るには、ウェブブラウザの戻るボタンをクリックします。